こんばんは。今回は唐突にね、リリカリバイが使いたくなったので、やっていこうかなと思います。で、特に、ちょっとこの編成よく見たじゃないですか。もう、1年、2年ぐらい前、ルミエリリカリバイがさ、よくいたと思うんですけど、まあ、その通りにやっていこうかなと思います。多分基本的にアスラ以外は当時と一緒かなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。どうぞ。来た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 。ガルガは、スペシャルで永遠にサテライト撃てるんで、まあ、リバイ対策として使えるわけですよ。でもアイリスとか、チェシバリとか、まあああいうキャラも苦手なんで、そういうキャラをどう倒すかですよね。まあ、だからリリカ連れてきたってもあるんですよ。リヴァイ単体だとさすがに無理があるんですよね。はい。まあ、吸うって感じかな。ルミエで吸っちゃえばなんとかなるのかもしれん。あと一応、軽減は吐かせてきました。ほい。まあ、吐かせても多分そろそろ撃ってくんだろうけどな。撃ってこないのかな。撃ってこないまだ。撃ってこないの？はい、溜まっちゃいました。あ、待て、取れなかった。残念。はい、どうします？ガルガ？おお、そっちで来る。じゃ、これ撃って、そっち撃って。待て。いやー、ちょ、それ痛いね。時間稼がれちゃうね。でかい。それはでかいな。じゃ、一旦リリカチェンジかな。ほい。よしよしよし。やっぱこのムーブが強いな。もう SS ゲージも半分溜まったし。はい。はい、戻っていきます。ほい。よし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 。強い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 。はい、もう一回行きましょう。はい、お届けですと。はい。はい、ギアショーね。オッケーオッケーオッケー。まあいいでしょう。SS 溜まったし、じゃあ戻りましょうかね。多分遅くするやつやってくるかな。ほい。まあいいよ。いいでしょう、いいでしょう。はい、時間を稼いで、はい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 。で、これで遅くなるのが終わったんで、ここで撃っ、あ、今逆だったな。でかい。よし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 。で、ここでリバで突っ込んでもいいんですけど、多分無理なんで、一回リリカパス。はい。はい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 。ほい。ちょっと待って。あ、そこ調子乗ってると。SS で決めちゃうと。まあ、普通撃ってくると思わないからね。はいはいはい。もうガルガとあと M 後継者も多分あれなんだろうな。復刻したから、めちゃくちゃ数増えそうだね。初手ガルガ、じゃあイサミだけが効くってことっすよね。はい。ジャスト出したいけどね。そう簡単には出ないと。まあ別にいいか。SS 貯める意味でもあるもんね。貯まるの早いもんな、ほんとこのキャラ。はい。ここで、じゃあこれ打って、はい。懐かしいな、このムーブ。懐かしすぎる。で、ここでリヴァイを出すと。いやなぁ、なんかこの流れ、もう何回見たこの流れ。はい。終わらせる。SS? あ、今の取りたかったけど、単純に高さかなぁ。どうしよっかなぁ。一旦リリカ戻りましょうか。はい。SS ゲージ、もうこんな溜まんのやばいよね。さっき撃ったばっかで SS。やばない。はい。ほい。ほい。ほい。やい、強い。もう、光ってんのに。光ってるけど決まっちゃうんだよね。強くて。はい。これは、アイリス来る。アイリス来るなら、あー、オッケー。こっちならいいや。はい。リヴァイであと2打球ぐらい耐えればいいのかな？あともう1打球。3打球分あったの。あ、オッケー。こっからはちゃんと取れるんで、はい、終わらせる。あ、オッケーオッケーオッケー。とりあえずここ決めといて、誰で来る？アイリス？あ、そのまま来る。じゃ、これ置いとこうかな。これも置いとこう。OK。で、ここちょっと遅延、遅くするやつ使われると、めんどいかも。あ、そっちから来るんだ。でも、ギミック置いてるし、いけるんじゃない？これは。はい。これ、ブレ玉取ったから、こう打てばいいと。はい、強い。おー、やっとガルガが、いなくなった。ガルがいない編成って逆になんか今となっては珍しいですね。初手黒子。さっきさ、なんか、ラケット落とし向こう黒子とかいたんすよ。それ勘弁してほしいですね。次。あ、でも、ん？何持ってるこれ？オラクル？あ、ブレスか。ブレス黒子だったらさすがにつけてないか。なんかアスラだと使い回しとかはあったりするんだけど。ブレスだったらまあ大丈夫かな。リバー行きましょう。はい。ほい。ほい、返して。
まあ、真ん中狙い続けようかな。うわ、時間稼ぐ。うわー、めっちゃ時間。もうこれいいや。捨てまーす。やりません。もったいないです、これは、さすがに。はい。で、リリカにパス。SE 使ってきそうだけど、まだ使ってこないか。はい。いやー、追いつく。うわっ、ぐわっ。いやー、ぐわっ。ギリギリ追いつきそうで追いつかない。あ、そうすればね、多分こうすれば来るよね、OK、黒子が引っ込んでくれるんで、とりあえずこれ打っとこうか。はい。打ってこい。よし、OK。そしたらリリカリヴァイが行かせそうっすね。ここで一旦リリカ行って、はい、ちょ、怖い。あ、怖い。怖い。怖い。あ、怖い。あ、怖い。ほい、奥振り。よし、OK。で、ここでリヴァイかな。OK。遅くしてくるかな。ほい。遅くしてくる。まあでもゲージはもうね、帰ってきてるんで、大丈夫っすよ。ほい。で、ここで遅さが戻るんで、これで決めると。はい。やっぱこの流れ強えな。王道の流れっすよね。はい。ジャストを出したいが、はい。いや、きついなー。それはきついなー。ギミックなしか。ギミックなしはさすがにしんどそうだが。いけるか。はい。危ない。遅くなるのはここで終わる。どうしよっかな。どこで打とうかな。オッケーオッケーオッケー。ギアショの打ちどころが大事っすよね。あー、これリリカパスしなくていいかもしんない。ゲージ返ってきてるし。ほい。ほい。あい、強い。はい、強い。遅くなる前にボレーしちゃったら遅くならないもんね。はい。おそま来る、オッケー。じゃあ、リヴァイ VS M 後継者行きましょうか。もう一周もう来るんで、ほい。いつでも来なさい、SS。いつでも来なさい。ほい。ほい。ほい。うわー、ちょっと待って。そこで遅くされた。いやー、時間稼がないでー。ほい。遅くなるのは、あ、ここで終わったね。OK。じゃあ行け。よし、OK。立体軌道とアセラとの相性いいよな。はい、でやってきたんですけども、やっぱり未だにさ、リリカのスペシャルとか強いっすよね。もう結構早いし。うん。リリカ自体強いっていうのと、あとリヴァイとアセラとの組み合わせがこれがいいっすね。はい。いつもは、増加量でやってたんですよ。あ、これっすね。このエレノアラケにスター増加をつけてやってたんですよ。まあ、これ当時は多分、スマさんとかつけてなかったろうけど、まあ、これプラス、あとはシューズの方で、これですね。この増加量のやつつけて、まあできる限りループに近づけてはいたんですけども、まあアスラにして単純に得点圏増やすってやった方が今の環境では強いんすかね。あと靴に関しても一応軽減を吐かせてるんですよ。まあ立体軌道あるから、スタミナ関係ないじゃんって思うかもしれないんですけど、でも結構ね、鋭いボレーするときにスタミナって必要なんですよ。足遅いとやっぱロブとかスライスとかで容易に耐えられちゃうので、スタミナ管理は意外と大事かもしれないですね。はい、ということで、まあ、意外とね、使えなくもないことが分かったので、ぜひとも使ってあげてください。一応途中でも言ったんですけど、ガルガとかが来たら、スペシャルで永遠にリヴァイ耐えられちゃうんですよ。なので、そういった時は、ルミエで吸っちゃうとか、いろいろ工夫してあげるといいんかなと思います。はい。ということで、ここまで、ありがとうございました。お疲れ様です。